それではですね、時間になりましたので今からこちらにいるケープペンギンのフィーディングタイムを始めていきたいと思います。どうぞ皆様ごゆっくりお楽しみください。まずはですね、このフィーディングタイムの始まりにこのようにですね、扉を開けます。するとですね、ケープペンギンたち勢いよくスロープを降りてきてくれるはずです。はい、期待に応えて上手に降りてきていますね。ですが途中まで来て戻っていってしまうペンギンもいましたね。この中で生活をしているペンギンたちにとって実はですね、扉の外少し怖いといったこともあるんですね。ですのでこのようにですね、行っても勢いよく戻ってしまうといったこともありますが、最近ではですね、調子がいい時は階段の下まで降りていけるようにもなっています。そして実はですね、今日の朝あまりペンギンたち出てきていなかったので今お腹ペコペコです。ですので多分ですね、たくさんのペンギンたちがいっぱい外に出て行ってくれると思います。ペンギンたちもし近くにやってきてもですね、絶対に手などは出さないように気をつけてください。くちばしですね、とっても鋭いのでつつかれてしまうとピシッと切れてしまって血が出てしまうことがあります。特にお子様お気をつけください。さあ、食べては戻るを繰り返しているケープペンギンたちですが、今ですね、道は階段まで行っていますね。ペンギンたち今一体何を食べているのかというとですね、アジを食べています。アグリアノーマル見ていただくとですね、結構手のひらぐらいある大きなアジですが、ペンギンたちなんとごっくんと丸飲みにして食べているんです。このアジを多い時には1羽につき10尾ほどペロリと食べてしまうこともあります。オレンジまででしたっけ。とっても上手に階段をぴょんと飛び降りていますね。このケープペンギンたちが野生で生活をしているのはアフリカ南部のケープタウンといった場所です。実はですね、この場所あったかい海なんですね。ペンギンといえば寒い氷の上をよちよちと歩いているイメージがあるかもしれませんが、このケープペンギンたちはですね、砂浜や岩場などにいます。ですのでああいった階段もですね、平気にぴょんと飛び降りてしまうことができるんですね。さあ、朝と比べるとケープペンギンたち絶好調ですね。今ですね、階段の上に1羽模様が違うペンギンがいるの見えるでしょうか。ピンク水色はこの子実はですね、まだ幼いペンギンなんです。羽が大人の羽に生え変わっていないので他のペンギンとは違うですね、黒と白のツートンカラーをしています。今はですね、一目で見てわかりますが、この羽生え変わってしまうと他のペンギンたちと同じ見た目になります。そうなった時はですね、見分けにくいかもしれませんが、そういう時のためにペンギンたち翼にバンドをつけています。もう一本ノーマル。現在20羽のペンギンがいますが、20羽それぞれ違う色のついたバンドをつけているので、これを見ることでですね、皆様を簡単に見分けることができます。もう一本ノーマル。このバンドがペンギンの右肩についていれば、メス左肩、失礼いたしました、右肩についていればオス、左肩についていればメスのケープペンギンです。はい、ピンク水色ノーマル。さあ、何かに驚いたりするとですね、今バーって一斉にスロープの上にいたペンギンたち戻っていきました。実はこのケープペンギンたちは集団行動を好んでいます。ですので1羽の動きにつられてみんなバーッとですね、動くといったことがよく見られます。
はい、とても上手に餌をもらって食べていますね。よし、赤って入ってますか。このアジですね、ケープペンギンたちに尾びれの方から渡しても必ずですね、向きを整えて、はい、頭の方からペンギンたち飲み込むようにしています。白入ってますよね。これはなぜかというとですね、アジにはとっても硬いヒレがあります。これが刺さってしまうと口の中が傷ついて血が出てしまうことがあります。それをケープペンギンたちよく分かっているのでしょうか。必ずですね、刺さらない頭の方から丸飲みにして食べています。さあ、たくさんのペンギンたちが今降りてきていますね。はい、そしてバーッと戻っていってしまいました。ペンギンたち近くにいるときにはですね、目の周りやくちばし、足のところをよく見てみてください。ピンク紫まだですよね。この部分ピンク色です。なぜピンク色なのかというとですね、実は皮膚がむき出しになっている部分なんです。この部分は羽が生えていません。この部分を上手に使うことで、野生ではあったかい海でも体温を調節して生きていると言われています。さあ、たくさんのペンギンたちが今出てきていますが、そろそろですね、時間が近づいてきたので、こちらにいるゴマカズラシのフィーリングタイムに移っていきたいと思います。ケープペンギンたちのフィーリングタイムはまだまだ続きますが、解説はこちらにいるゴマカズラシに移っていきます。どうぞですね、ご覧になりたいお客様、水槽の前までご移動をよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、早速ゴマカズラシのフィーリングタイムを始めていきたいと思います。大丈夫だよ。現在ですね、名古屋港水族館には2頭のゴマカズラシがいます。1頭ずつまずは紹介をしていきましょう。右側、紫色の服を着たトレーナーの前にいるのはメスのゴマカズラシのナノハと言います。上手に前足を振るのご挨拶です。そして左側、白色の服を着たトレーナーの元にいるのはオスのアラシと言います。嵐は上陸をして体を見せてくれています。この2頭ですね、実は皆様でも簡単に見分けることができます。見分けるときにはぜひ体の色や模様に注目をしてみてください。左手、嵐はですね、体にたくさんの細かいこの模様があります。そして色はですね、灰色一色です。それに比べて右側のナノハ、背中側は黒っぽく、ゴマ模様は大きいです。この模様は一頭一頭違い、一生変わるものがないので、見分けるときにですね、とっても役に立ちます。ぜひですね、今日はこの模様を覚えて焼けるようになってもらっていきますね。よかったね。私はですね、皆様の近くまでやってきてくれています。ではですね、今日はフィーリングタイムということで、嵐には口の中を少し見せてもらいましょう。はい、まずあーっと口を開いていますね。アザラシたちの口の中には前に4本の鋭い犬歯、そして後ろには三角形の形をしたデコボコとした歯がたくさん生えています。この歯を使って野生では生きたいものをがっちりと捕まえて食べていると知られています。捕まえる時にはこの歯使いますが、実は食べる時にはですね、使っていません。アザラシたち、大きな魚をごっくんと丸飲みにして食べてしまうんです。近くにいる時はですね、トレーナー
体をしているんですね。素晴らしい。右手のお客様の前でも上手に見せてくれています。この種目はですね、嵐にはとっておきです。嵐にしかすることができません。さあ、ではですね、ここからはアザラシたちが普段練習している種目をいくつか皆様に披露していきたいと思います。まずはですね、少し素早い動きに挑戦をしてもらいましょう。いきますよ。よいしょ、よいしょ。嵐が横に上手に回転をして見せてくれました。なるほど、見せてくれましたが、実はですね、これも嵐の方が得意なんです。アザラシたちにもですね、得意なことや苦手なこと、それぞれしっかりとあります。はい、もちろんですね、アザラシ逆の方に回転をすることも上手にできていましたね。ではですね、続いては可愛らしい種目に挑戦してみましょう。ではですね、いきますよ。困ったな。はい、とっても上手に前足で鼻の頭を隠して見せてくれました。この前足、とってもよく動くので、泳ぐときには折りたたむことで方向転換をするときなどに使っています。そして今使っていない後ろ足はですね、泳ぐときに横に振るようにして前に進みます。はい、よろしい。上手に両手もですね、調整をしてくれています。あ、ではですね、続いてはアザラシたち、しっかりと耳が聞こえているので、トレーナーにちょっと呼びかけてもらいましょう。トレーナーが、というとですね、はい、ピンク色の舌を出しています。よし、しっかりとですね、耳が聞こえているという証拠です。足、アザラシたちの耳、少し分かりにくいかもしれませんが、目の後ろにですね、ふっくりと膨らんでいる部分が耳です。よし、はい、とても上手に見せてくれました。さあ、ではですね、そろそろトレーニングも終わりの時間に近づいてきたので、最後はですね、2頭揃っての種目にも挑戦をしてみたいと思います。さあ、いきますよ。あ、もう少し待ってくださいね。ちょっと場所をですね、調節してから挑戦したいと思います。さあ、場所を調節してからいきますよ。せーの、チュッ。はい、とっても可愛らしいポーズを決めてくれています。このようにですね、アザラシたち、野生でも鼻と鼻を合わせることでお互いを確認していると言われています。さあ、上手に決まった。最後にお別れのご挨拶をして終わりにしたいと思います。お別れのご挨拶できるでしょうか。2頭揃って